先手、サンドの飯よりカメラが大好きバラエティークイーン峯岸みなみ。後手、メッシュメンバーの自称お笑い担当大場美奈。さあ、新旧バラエティ対決。ちょっと待って、はい、旧って古いものにしないと。もうすでにおかしい。入れ替わりが早いですよ。そうなんです。なんか年齢2人とも同い年なの。そうなんですよ。どれぐらいあの何期と何期みたいな。1期生と9期生です。だいぶ違う。じゃあ新旧って言われてもね。そうなんですか。さあ小島さん、はい、この対局いかがでしょうか。やっぱりみーちゃんって結構後輩のことを気にしたりするし、なんだろうな、あんま2人のこと分かんない。なんで一回船こぎ出した。いけるかなと思って。いけるかなと思って。同い年でありながら先輩後輩という関係の2人、その質問は あまり接点がないので、うん、ちょっと難しかったんですよ。なのでミナルと一緒の9期のミュウちゃんとか、うん、島崎とかにちょっと情報を分けてもらったりしながら一生懸命考えてきたんで、うん、勝ちたいと思います。さあ続いてオーバー考えして峯岸への質問ですけども、私、うん、もう峯岸さんには結構あったりはするんですけど、うん、目を見て喋れないんですよ、峯岸さんの。なんか全部喋ってるのを見透かされそうで。怖い。顔怖いよ、峯岸。峯岸、バラエティーやから。顔怖いよ。それでは参りましょう。正直将棋、まずは先手、峯岸からいきたいと思います。峯岸、まずは身長150センチの大場に対してこの一手。何番なんでしょうか。1番、うんうん、小島1番ですけど、こういう子がいるんですね、今の AKB に。なんだ、握手会でヒールを履かないのはファンの人を上目遣いで虜にするためだ。あざとい、すごいな。さあ針はどうなんでしょうか。おお、うん、どうですか。おお、超えたいか。私もちょっとそこの細かい点には気づかなかったんですけど、これはもう同期のみゆちゃん、みゆちゃんから聞きました。え、そうなんだっけ。なんだっけな、ファンの人が言ってたのかな。なんかみなるんはヒールを履かないって言ってて、それはきっとファンの人を下から見て上目遣いで見てるみたいな感じみたいなこと言ってたので、実際どうなのこれは。オーバー、いや、まあ実際は足が痛いっていうのもあるんですよね、長時間ね、ヒールを。いうのもある。あるんです。峯岸の目見て言うてみ。峯岸は見透かすぞ。見透かすぞ。見透かすから峯岸の目見て言えるんか。あ、普通にしてるかもしれないです。やっぱ峯岸。絶対嘘ついてるから彼女。さあ続いては後手、大場いきましょうか。もう決まってます。決まってます。すげえ。1番で。1番。なんだなんだ。1番でした。そうなんですかね。最近高橋みなみさんから加齢臭がする。死ねえわ。死ねえわ。死ねえわ。返事してください。なんで加齢臭でちゃんと匂いだ。さあちょっとやめてよアイドルが。やめろ。やめし。ミキシー。ハリが。耐えました。よかったー。もうちょっとこれでブルーになってたらちょっとね、ブルーもできんよ。最近男っていう噂が出てきてるじゃないですか。もう結構前からね、結構確証に近くなってきてるじゃないですか、うん、いや近づいてる近づいてる近づいてる。だからちょっとこういう匂いもするのかもしれないと思って、もしかしたら、 もしかしたら結構泊まりに行くので、うん、あのベッドとかも2人で1つで寝たりして、枕とかもちゃんと確認済みですけど、確認されてたの、まだあの大丈夫なんで追って報告します、うん、ていうかそれ直接高橋に聞いたそうかな。じゃあ、先手峯岸いきましょうか。はい、バラエティークイーンとしてこの一手。今、うん、やっぱりこう、まあ、新旧と呼ばれてるということで、まあ、こういうこともあったりなかったりするんじゃないかなと。正直峯岸みなみのトーク術を盗もうと常に観察している。いいえ。さあ
これ動かんかったはずいですよ。これ超えなかったら超えた一歩超えました。よかった。よかったこれ。いややっぱり、うん、こうトークを頑張りたいっていう方にとってはやっぱり AKB の中では私はそういう憧れの的なんじゃないかなって。オーバーどうなんですか。あ、 AKB の中では峯岸さんはすごいバラエティの方なって思ってます。でも本当は目指すは指原さんか大家さん。ちょっと待って。またリアルなところ来ちゃって。峯岸さんまでバラエティには行きたくないですよ。なんか違う違う、私女優さん志望なんですよ本当は。私だって映画出てるし。東方系の全国ロードショー出るし。バラエティだけじゃないし、ね、普通違うし。違うし。違うし。すいません、すいません。峯岸が、リードしましたね。強いの。じゃあ一本ぐらい取っとかんと、とりあえずここはきついですよ。はい、頑張ります、はい。攻めた方がいいと思います。さあ何番に行くんでしょうか。7番。うん。これどうですか、小島さん。ありそうですよね、でも。若いメンバーが。峯岸みなみより笑いを取ると正直イラッとする。いいえ。さあハリーはどうですか。これでイラッとしたら狭いよ心が。心ちっちゃいよ。いやいやいや、そんなこと思ってないですよ。あ、でも私、うん、あの以前あの2人で、あの岩盤浴に行ったんですよ。なんで張り切って喋り出すの。行きましょう。あの2人でこうやって寝ながらテレビ見てたんですよ、うん、であのちょうど AK ビンゴ の、うん、あの若手の子の何番勝負みたいな、うん、なんかあれを見ててなんかすごい盛り上がってるのを見てふーって笑って頑張るから出てきました。正直じゃあフレッシュレモンどう思ってますか。でフレッシュレモンはだからそのキャラを超える実力をつけていかないと今後厳しいかな。僕どうやったら仕事増えますか。スライドラインかい。さあということで現在は1対2で、まだ峯岸リードですね。はい、さあそれでは先手峯岸いきましょう。はい、5番。さあ何なんですかね。どういうつもりだ。最近峯岸みなみの女子力アップに驚いている。来い。驚け。ちょっとぐらい驚け。ゆっくり動いてますけど。耐えました。全くや。何を言ってるの。だから後輩って先輩の背中を見ながら育つじゃないですか、うん、だから私が最近香水つけたこととか1ヶ月に1回トリートメント言ってることとかバレてんじゃないかなと思って。ほら知らんて。そう、誰も気づいてないよ。いいの、遊び心。バリーナしてるからね。そう、うん、このまま終わっちゃうのもちょっと面白くないから。さすがバレーナ。あんまとやかく言わん方がいいね。構成があるらしい。自分のリズムでね。自他ともに認めるバラエティクイーン峯岸に対してこの一手。何番でしょうか。6番。うん、これはでもどうなんですかね。今はバラエティ担当と言われているが、正直正統派アイドルになりたい。いいえ。一本。ミネギさん。嘘やった今まで言ったことは。違いますよ。本当は思ってるんじゃないですか。過去はありました。過去に生徒ハイドになりたい願望あったけど、今は自分を受け止めて今進んでる最中。そのあれがちょっとあったからビュッて動いたのかな。そう、多分ちょっと振り返っちゃったんだと思う。一回返っちゃった。振り返ったけど大丈夫です、うん、今は。そっか、はい、ということで、大和も、リーチ、王手かかりました。おすごい。峯岸アイドルとしては禁断のこの一手。6番。6番でございますね。どうしたいと言っているが、ぶっちゃけ口だけだ。いいえ。さあ針は大きく振れましたね。おー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 。いっぱい。
決めましたね、峯岸さん。決めました。これはもうね、はい、9期のメンバーに、うん、結構お弁当もお菓子もガツガツ行くっていう噂を耳にしたので、うん、なんでじゃあダイエットしたいとか言うの、うん、やっぱスタッフさんとかにやっぱそうやって言っとかないと。建前でってこと。ということで3対2で峯岸の勝利です。